株式ニュース速報日経平均222円47揃い安の1万7041円45銭で終了方向感に乏しい値動き。第一部日銀金融政策決定会合の結果公表を29日に控え方向感に乏しい値動きの中で個別材料が出た銘柄への売りが目立った。日経平均株価は前日比122円47揃い安の1万7041円45銭。東証株価指数トピックス波8.60ポイント安の1392.10と共に反落。出来高は21億4539万株。逆三角個別の売りが下押し圧力に。朝方は前日の米株反落を受けて幅広い銘柄に売りが広がり、日経平均株価は一時前日比221円安まで下げ幅を拡大した。原油価格の持ち直しや円相場の軟化を材料にプラス圏に切り返す場面もあったが、取引終盤にかけては売りが優勢となった。決算内容が市場の期待に沿わなかった米アップルやボーイング関連など個別材料が出た銘柄に売りが広がり、全体の下押し圧力となった。前日に公開された米連邦公開市場委員会 FOMC の声明文には3月の利上げ見送りを示唆するような文言は盛り込まれなかった。投資家心理がやや悪化したが、日銀金融政策決定会合の結果公表を控えて、売りの動きは限定的だった。市場関係者からは、どの程度緩和的な内容に踏み込むか注目している大手証券と追加緩和に向けた動きを期待する声が上がっていた。民の声へ続く。